皆さんこんこにちは草のみでです宮崎です宮オフトピックはアメリカを中心に最新テクニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはストライプが目指すのはインターネットの GDP 成長どういう会社か深掘って本人に聞いてみるについて話していきたいと思います。ははいいちょっとと今回はえっといつもと違う感じで、はい いつもリモート収録なんですけど <laughs> ちょっとなんか久しぶりのリアルなあのリアルトーク以来ですよね、はい、多分そうですねリアル収録は久しぶりオフトピックだと本当に久しぶりですよね本当に久しぶりですちょっと動画も何年何年も何年前ですよね多分何年前ですね確かにちょっとあのー、動画も配信してたりちょっと見ている方もいるのでちょっと緊張 <laughs> 超緊張してるんですけどちょっと、はい あの一応動画もあと配信しているのでちょっと Spotify と YouTube でもあの動画見れるようになっているのでぜひ概要欄からチェックして見てもらえたらなと思います。前回そのポッドキャストのエピソード161回目ではストライプの深掘りの中心にお送りしたんですけど今回はストライプジャパンさんにお邪魔してちょっと今回は本人にお伺いいろいろちょっと。 込んでみようっていう会になっています。はい。ゆるく。ゆる <laughs> くすごい緊張してますよね。<laughs> <laughs> いつもちょっとこんな感じじゃないんですけどね。あの <laughs> ちょっとまあそうですね。すぐにちょっとはいご紹介したいと思います。ストライプジャパンのダニエルさんです。ダニエルフェナンフェルナンさんです。すいません。よろしくお願いします。<laughs> お願いします。ます本当にちょっと。 進行はちょっと下手ってへ <laughs> 下手なんですけど、ちょっとお手柔らかにしていただければなと思うんですけれども、そうですね、ちょっと自己紹介じゃあしていただいてもいいですか、はいはい。えー、っとストライプジャパン株式会社の代表を務めておりますダニエルヘフェルナンと申します。名字難しいのでダニエルと呼んでいただけると嬉しいです。はい、ストライプは2014年の5月に入社をして、えー、っと日本の立ち上げを ずっとさせてきてきいますで、まあ、当時100多分100人ちょっとぐらいいたぐらいの会社でえとユニコーンになったぐらい<ー>多分あの面白いユニコーンがどんどん出てる中で最後ぐらいの方の面白いユニコーンっていうのは、えー、ユニコーンってか、えー、超いっぱいもう毎月出るように。 なるぐらいのタイミングでウーバーとかそう,そう多分いう、ね、ドロップボックス<ー> r BNB とかそういうなんかあすごいユニコーンって出たっていうようなこう会社がどんどん出てきて、うん、でストライプが出てきたぐらいのタイミングでもうどんどんなんかもうあユニコーンっていっぱい出るもんなのかなっていう,、うん、<laughs> いうようなタイミングでまだ1ビリオンの時価評額になったぐらいのタイミングであの入社を。 しましたなんで今9年目ですね、うん、9年目に入るぐらいのタイミングでえ収録してるんですけどはいますまあでもちょっとあれですねその他のサービスのローカライスとは違ってその他のサービスですと特に CM 系とかのサービスですと、うん、もうそのままアメリカに何かアメリカだけにあっても日本人は使えたりしちゃうんですけどストライプが 日本に来る時って多分そもそもインフラから考えないといけないので,で、ね、なんかそこの認知度の多分差が多分かなりあったりとかなんかそこってかなり大変だったのかなと思うんですけど実際どう思い<ー>ますか <laughs> いつも他の SARS を見ると「もうシャドウ i t で始まるとかっていう戦略はよく聞くんですけど社員がまずちょっとスラックを自分の Gmail で使い始めて。 で,その部署で使うようよになって<ー>で気づいたら結構社員の、ね、1割よ2割がもう使っちゃってて、はい、会社として導入することになるとか、うんうん、そういう戦略を取ってる s a ズ s とかいたりすると思うんですけど B2B、まあの中で、うんえー。だけれども僕たちはおっしゃる通りインフラとか整えてないと、えー、サービスローンチができないのでうそういうあのちょっとこう。 あ、なんか日本から人来てるなとか、うんうん、そういうことにならないんですよね。<laughs> そうですよね。まあ唯一、なんか U. S. に。 ええー、ユースで起業してる日本人とか、うん、ええー、が、まあ、使えたりするぐらいですよね。でも、やっぱり一般的な人たちを使えないっていう。そうですね。あの、ウェイティングリストは結構使ってました。あ,<ー>あの、ストライプドットコム、それはグローバルに行くと。うん、もう、今、多分ないと思うんですけど。うん、当時は、えー、気になる国、まあ、この国で欲しいと。うん、日本を選んで、メールアドレスを打つと、<ー>リストに入って。で、日本に展開した時に、日本はもうすでに、数千か数万。 県、えー、ぐらいの,そのウェイティングリストのエントリーがあったのでそこからちょっと声をかけてみたりとかしてました、うん、あでそこでなんとなくその最初の需要っていうかが、えっと、アリアだったみたいな人たちを特定して、うん、あとこうすでにおっしゃるとおりこう海アメリカでやってる日本人のアントプレニューーとかが海外で導入してて、うん、で日本法人も持ってて日本でも使えたら使いたいとか、うん、えそういうところから使い始めてもらったりとかして。うんうん こうなんかポッドキャストの話にちょっと移るんですけど前半はこう宮崎さんの考察というか勝な勝なこうなんじゃないかみたいなのを話していてで私も「わっすごい」みたいなって思ったてどう思いました率直に聞かれて。いやもう,あのち,ょうどちょうど昨日社員と話してたんですよ。であのやっぱりこう あのストライプの話じゃなくて宮崎さんの話なんですけどあのこうリ,リサーチするところでみんながあの英語圏とかのツイッターで言ってることをうん、うん、ま,まずよく理解されてるなっていうのはあるんですけどただそれだけじゃなくてみんなの言ってることがこれだけど実はこんなことなんじゃないのっていうもう一歩踏み切った話を話していただけ いいいるのがすごい嬉しいなと思ってこの間もあのシリーズ I えーっていう資金調達をしたんですけどそこでえと数字が結構メディアに出てしまったりとかしてあのアディエントの比較がすごい出てきていましたね。であのそういう比較も結構 Twitter とかでまあこういう伸びストライプこういう伸び方アディエンこういう伸び方とかそのエビットダーがこういうふうに変わってるねとかそういう話があったんですけどでその辺を全部しっかり あのポッドキャストで、えー、話していただいたんですけどでその後でもどこは比較するべきところかどこは比較してもしょうがないところかっていうのを「はっきりふりって話をしていただいて。 うん、僕もすごいなっていうかまあ,あのストライプいい会社だなと思って <laughs> <laughs> 考えさせていただきました逆にここはちょっと違ったなとか、うん、なんかそういうところってなかったですかあのパトリックとジョンがネオバンクをやろうとしてたことは知りませんでしたああんかどこかのインタビューで誰かが言ってて、うん、ただパトリックさん自身は言っ,てな言ったことがないので<ー>なので まあ、そそうそう一つななので正直わかんい当時彼がやってること僕は知ってる範囲で言うとあの eBay パワーセラー向けの SARS と,、えー、あとあとウィキペディアをあの圧縮してあの電波がなくても携帯から全部見えるように、えーえー、パトリックさんらしい <laughs> BZIP っていう圧縮アルゴリズムを、えー、あの使えばうまくできるっていうのを彼が気づいてすごいおもい。あの そ,そ,その辺面白い,ないやなんかそのすごいこの、まあ、エピソードの中でも言ったのがその、まあ、ス,トストライプって結構ボトムアップ型その開発者とか起業家とかそのクリエイター向けにいろいろ提供している中で、えー、まあいろいろ大変、まあ、そのト,トップダウン戦略が。 えー、その例えばマイクロソフト VS l ラックの中で、まあ、マイクロソフトが、えー、今のところ勝ってたり、えー、するんですけどここの,そのトップダウンアプローチとボトムアップアプローチ、えー、に関してストライプさんってどう思ってるのかなっていうところは、うん、はい前回のエピソードのおっしゃる通りなのかなと思うんですけど基本ボトムアップでやってます。基本的ににどの開発者でもすぐに ホーームページに来ててくれれば導入できるっていうことをも s t r ラ p e ができる前はアクアエラーと交渉しないと契約がもらえないとか、うん、ああのアクアエラーと交渉して加盟店契約を取って加盟店番号発売してもらってそれを収納代行サービスに持って行って入れてもらってとかもうすごい時間かかりますしあと営業と話をしてご提案いただいてっていうような。<laughs> ことなのでご提案いいただ開発者として全然納得いかないんですよね。資料をまずもらってたまずは検討そ、そう、そのミーティングもしたくないですし、<laughs> もう使用書さえ教えてくれ、見せてくれれば分かるのにっていう、でそれも NDA が必要だとかって、全然納得いかないので、そ開発者の納得いくもの、うん、っていうところで言うと、えー、ホームページに来て、 料金体系が分かって使用書が全部オープンで使いやすく出てて SDK とかもすぐにまあオープンソースになって,てダウンロードができてっていうようなあの世界観なので基本的にボトムマップでお客さんがもうホームページに来て使い始めてくるっていうものですがえそこからスタートしてえとアップマーケットに行くっていうことは。 できるというか、まあそまあ、大変ではあるんですけれども、うん、できることですけどただあのアップマーケットからスタートしてどんどんロングテールに入っていくっていう、うん、そこで成功した企業ってすごい少ないので、うん、そっちの方が難しいですよ、ね、そっちの方が難しいかなと思っています。なんで今のフェーズでいうと、まあ、ボトンズアップの形でもう何年もやってきてるんですけどうん、うん、この5年ぐらいですかねエンタープライズのところはどうやって攻めていくかっていうところで。 どんどんアップマーケットに力を入れていって、まあ、日本国内もまあトヨタさんですとかえの全日空さんですとかそういう導入事例もありますし海外もまあフォードですとかそういうようなところも入ったりしてるんですけど徐々にシフトが変わっていってます。うん、あとはその やっぱりストライプさんっと結構プロダクトもかなり増えて今多分20ぐらいですかねそのプロダクト入っていると思うんですけどなんかいろんなまあ場合によってはそれは買収を通してその機能開発をえしたりえまあ自社で全部開発したりあと最近ですとそのえアプリマーケットプレイスみたいなその第三者のとマーケットプレイスがある中でその自社開発まあ投資買収え第三者えアプリエコシステムって場合によってはその えー、まあ競合になりえたりとか、えー、したりすると思うんですけど同じような多分課題ってショピファイでしたり他のそのアプリエコシステムも持ってる方々はあると思うんですけどストライプさんとしてそこのバランスその、えー、何を重要視してこれ,これはじゃあ自社で開発しようとこれは第三者のアプリエコシステムに任せようとかここは投資しようってそこの判,判断ってどういうふうに考えられてるんですか まずは自分たちで何がやりたいかっていうのをあのちゃんと決めています、うん、で、自分たちでやりたいことは基本的に自分たちで、うんえー、やりますがそこを加速するために、うんえー、どっかで m m d とかもやって、うん、まあ、例えばターミナルも、えー、アップマーケットプレイスもタックスも えと買収が入って加速したんですけどでもそれはいい会社があるからこの会社買収したらこういうプロダクトできるよねっていうところがスタートしていませんまずは自分たちでこういうニーズがあるので作りたいですであこういう会社入れたらもっと早くなるかなという形になっていますで、えーとまあ、自分たちがまだやろうとしていないところは API を通してですとかそういう形で。 えと他のプレイヤーがまあエコシステムを作っているものになるんですけどでもちろんえと場合によって僕たちの方で新しい商品を出すことによって今まで API を使ってビジネスを作っていた方々のこの競合になっちゃうところもあるんですけどアップルでシャーロックっていう,もう動詞ができるシャーロックとみたいなあ,のあるんですけどそこは割とあのまあできる限り密つに話をして。 えとこういうのを計画しているんですけどっていう話を事前にしてえとまあなるべくく納得いくようにあの努力してます <laughs> あの実際に SHOPIFY のえっとプレジデントハーリーさんとかが言ってたのはもしかしたら STYPE の,の,ああの共同創業者のジョンさんが言ってたことと似てるかなと思ったのがその自社開発するものはできるだけ幅広い。 ユーザーザが使えるも,のでもうちょっとスペシャライズしたものに関しては第三者のアプリに任せたりとかするっていうところで、まあ、そういう、まあ、もちろんその競合する。あの えー、知ってしまうタイミングもあるものの、えー、ベースはえっと全員が使うもののえっとブロックをいっぱい作ってでえっとスペシシシャリティー持ってる人たちは結局全ニッチをカバーできないので、そこはえっと他社さんに任せるっていうところですね。うん、まあ、考え方として非常に、うん、あの合理的かなと思いますけど、うん、そうですね。あのシステムをまあ割とオーガニックにもどんどん構築してきているので。 ここは本当は第三者が入るべきなのにあのもう今の形ですと入れないのでここはでもちょっと今変えて第三者も入れるようにするとか、うん、そういうふうに今あの結構アーキテクチャを考えたりとかしてて、えーね、おっしゃる通りの,あのここはちょっとニッチなところだとか、うん、ロングテールのユーザーで結局10%くらいしか使わないよねとか、うん、この,あの、ね、セグメントでしか使えないとかっていうようなところを、えー、ときれいにこう切って第三者が、うん 入れるようにするとか、まあストライプアップマーケットプレイスもその一環ですけれども、うん、はいそのようには今はいやろうとしてます。あとまあカルチャーですよね。まあエピソードでは全然触れられなかったんですけど、ストライプさんのカルチャーってすごい独特ですし、その、えー、まあなんか初期からもうそうあったのが、えっと確か、えー、どこかに書いてあったのがそのなんか全社員が すべてのメールに CC された時期があったりとか、そ,ね、それって本当なんそうですか？あそこは本当メールボックスやばくないですか？それ <laughs> インターンとかが結構大変そうだなっていう僕はあのだいたい起きて300件があって<ー>それをまずさばいてから仕事に入ったんですけど1時間かかってましたね。<laughs> しかもあのー、もう朝起きて1時間でできないことになってきたので一、うん、回朝2時起きて 30分とか1時間かけて100件200件とか目を通して、 でまた寝て <laughs> 起きたらまた新しく入ってきたやつを見てでそうするともうあのアメリカはもうあの夕方に入っていってる感でそかそかアメリカとの,あの日本のメールが入ってくるというようなアメリカのメールをさばくっていうそうですそうですそうやってました今でも割とあのメーリングリストをちゃんと使ってえと各チームのメーリングリストがあったりとか、うん、社外のやり取りも えとまあ社外やり取り用のリストをえなるべく作ってえ使ったりとかもしているのでまあそうすることによってなんだろうねこう各社員になるべく多くの情報が入るようにするえっていうことになってで情報をたくさん社員に与えて透明なえまあコミュニケーションをやることによって各社員のあの。 なんだろうね、貢献できることが拡大できるかなというのは、うん、あの自分でいろいろ考えてその情報をたくさんアクセスできればそれをもとにじゃあどうしたらいいのかとかこのチームはちょっと方向で違うんじゃないとかあっちにオプショニティあるんじゃないとかまあ,あの悪いことももちろんあって。 あのメールを送った時に何か,なんかのこ,のこの言い方ちょっと違うんじゃないとかあ<ー>そんな指摘がある <laughs> そ,うそういう指摘も<今> <laughs> そういう指摘もや,やらないことにしようっていう,こうカルチャーも意図的にあ<ー>あのどっかで作り始めてたんですけど逆にその今だとスラックみたいなチャットツールでも全チャンネルにみんな入るみたいな。 えっ、ー、とプライベートチャンネルも存在しますけど、まあ、なるべく、まあ、必要がなければオープンにして、えー、で全然他のチームのチャンネルに入ったりすることも、えー、あのオープンでまあ,あのチ,チームも結構そのチーム内用のチャンネルとチーム外とのコミュニケーションで分けたりするんですよ。うんうん、なのでチーム内用のコミュニケーションのやつはオープンですけど、はい、そこじゃなく外から来てるので、うんだったらそこ使うんじゃなくてそこ使うと失礼なんで。 えー、ああのチーム外のコミュニケーションのところを使うようにし,て、えー、したりとかあじゃあそれをでも意図的にそういう文化になったっていうことそうです、ね、ことですよねそれはえー、面白い、えー、DM はじゃあしないみたいなことですよねなんか DM は結構発生しますけどあでも、うん、DM で結構話が進んだりすると、うん、もうチャンネルに行きましょうってで<ー>スラックの使い方でいうとあのポータルっていうゲームご存知ですか ポータルというあのバルブという会社が作ってるゲームがあるんですけど、はい、あ青いポータルとあのオレンジのがあってつながってるっていうものですけど、はい、あのポータルのスラックの絵文字を使って。 うん、えとこのチャンネルに行きましょうっていうのを打つんですよ。で、えー、DM でずっとやり取りをしてて日本の話をしてるとしてずっとやり取りが長くなっててこれちょっと他のメンバーも見えるようにそろそろしようねって言って「ポータルトゥー」っていう文字入れて「ハッシュタグジャパン」えー、で「ジャパンチャンネル行きましょう」っていう話、えー、あでもそのポータルはもう絵文字で <laughs> 文字で,でもそれは共通言語として全員が理解してるんですね。うううあとあの結構長いこうこういいうこミーティングをしましまたたみたいな メッセージとかが入ったりするとちょっとメーリングリストとかにもあのノーツリストとかもあるんですけど<ー>そこにちゃんとポストしましょうとかへ<ー>あのそういうふうに割とみんなそう意識してやっているかなとそうですねすごい書き物そのライティング文化としてストライプさんってすごい有名ですけどこれってまずアマゾンからやっぱりインスパイアされたっていう感じなんですかそうですね,<れ>ですね多分当時の社員が 言ったわけではないと思うんですけどもアマゾンってそういう文化だっていうのもみんな知ってましたししっかりシックスページャーじゃないんですけれどもでもあのドキュメントを書くことによって自分の頭の整理にもなりますし他の人たちからの指摘もえドキュメントの中でいろいろ考えて他の人から言われたりとかしてちゃんとこう整えたものにした方がアウトプットがもっといいよねっていうところではい割とその文化が。 昔から強いですねこれってなんかそのメリットもあればデメリットとかもあるんですかその文化になってしまうとバランスを取れば、うん、結構ライティングよりで、えー、と完全なベスト取れると思いますけどもちろんやりすぎるとよくなくてうん何のためにこのライティングをしてるのかって忘れたりとか<あー> <laughs> あの長くなって。 方向性間違ったままでずっと、まあ、結構進めたりとかあ,<ー>あとはあのレビュー周りにレビューをいただくときに細かくこうなんだろうね本質的な内容に対してじゃなくて書きぷりばっかり指摘されたりとかしてうん、うん、書きぷりをきれいにすることで1週間なくなるようなことがないようにしないといけないのかなと。<laughs> うんうん なんか一つすごいいいところですと、その明確になんかどういう人を採用したいかっていうのも書かれていると思うので、逆にそのこういう人はフィットしませんっていうのも結構明確にしてるのかなっていうところで、そのフィットするしないっていうのも、えー、それ、それはなんかチーム全体で話してやってるのか、もうトップダウンでこういう、こういうカルチャーにしたいからっていう話なのか、そ、そこら辺はなんかもし。うん、えー、っと、オペレーティングプリンシプルから 来ていいると思いますそのオペレーティングプリンシプルっていうのを、まあ、クレア、えー、我々の最初の COO、えー、がちゃんと形にしてくれたんですけど、うん、でもそれは自分で考えたんじゃなくてもうその空気から <laughs> 取ったっていうかもうなんとなくあったんですよ。えー、で、まあ、みんなこういうやり方なんだけどちょっとこう形にした方が人が増えていく中で。 あのためになるっっててうのはかじゃあもともと書いてはなかった書いてはなかったけどなん,かなんとなくそのカルチャーまあバイブス的な感じでこういう人を採用してるっていうそう,そそうこういう人っていうかもうどういうふうにみんなやってるのかっていうのはあ,ありましたでオペレーティングプリンシプルに落として、えー、とユーザースファーストとかで、ね、も全部書いてで今も、えー、とジョブスページを見ていただくとジョブスページの 一つのサブページに、えー、そのオペレーティングプリンシプルをいくつかピックアップして載せてるんですね。<laughs> でその中にもあのこれはもう全員がこ,のこういうプリンシプルこういうバリューとアラインが取れるわけではあのないと分かっていると。<laughs> なのでこれはまあ自分ちょっと合わないなということであれば。 そそれはそれでもいいと <laughs> あ<の>、うん、だけど合うなと思うとぜひ応募してくださいというふうに書いてるんですけども、うん、そういうオペレーティングプリンシプルを書くことはまず大事だと思ってて、うん、それを使って、えー、と採用ですとか、うん、あのそういうセレクションバイアスみたいなこうあの採用の面でもいろいろ活かせるのかなと思います、うん、書いたのはクレア,クレアさんクレアが形にしててくれて それをあの最近本にのその本がここにあるんです。あ,あ、そうですね。<laughs> こ最近。そこにのそのそうまとめ方っていうのをあの書いてると思います。どう考えるかと。えー、かっこいいですよねこのデザインっいうか。スやストライププレスこれストライププレスですよね。いやストライププレスめちゃくちゃいいですよね。なんか元々このインクリメンツをやられてたじゃないですか。うん、それでなんていうか。 もともとインクリメンツやられててストライププレスにこうちょっと話変わっちゃうんですけどこうリブランディングしたというかこう実際に本出したりその雑誌とかではなくて本出したりなんか映像を作ってみたりみたいなのにした理由とかもって,もしかしてご存知ですか、うんうん、どれでしょうね多分こう出版していくっていうところであの、まあ、まずこのインクリメント。 雑誌っていう形で、はい、まあ特にエンジニアとかの中のこうなんだろう、ね、ベストプラクティスとかが、うん、ちゃんと浸透するように、はいろいろベストプラクティスは存在してるんですけど結構大企業の中でも GAFA とかそういう会社のエンジニアが知ってるだけで、はい、外に出てないのはもったいないねっていうところでこれもっと広げていくと、はい、あの全世界の エンジニアのためになって効率が全体的に良くなってその結果ストライプがそのインターネットの GDP を拡大するっていうところに貢献になってくるのかなっていうところがありました。うん、で、えー、と本で言うと,、えー、とハイ・グロースハンドブック、うん、イラッド・ギルのや,つ、うんはい、のやつそうですね <laughs> そ,そこをまずえ出しまして。 でえー、これはただあのジョンとイラストな話をしてて本を書いてるみたいだねとか、はい、<laughs> そういう話をして、えー、でも出版社決まってないよねとかね <laughs> <laughs> 出しましょうかっ <laughs> て、えー、<laughs> いう感じで始まったみたいですけどちょっと、ね、雑誌と全然違う、はい、形のものですけれどもうまあこういう本とかもやっぱあった方がいいよねっていうところで,、はい、でパトリックも多分いろいろこういう例えばこれはあの ドリーマシーンっていうあのリックライダーの,、うん、あの話なんですけれどもこれすでに本としてあったんですけど <laughs> もうあの出版されていなかったとそれもったいないねっていうところで、えー、まあもうすでに出版してるので <laughs> まとめてやっちゃうっていう,うところで、えー、とある意味なんとなくこううーオーガニックにいろいろ出版するようになったんですけど、えー、でもその,、まあ、その考え方として、はい、えともっともっと みんなのためになるような情報とか、うん、そういうのがあれば。 インターネットの GDP の拡大につながるというところがあります。めっちゃ長い目で見て、そうですよね。長い目ですよね。いやポップアップとかもやってますけど、なんか日本でもやってほしいなっていうのが、そうですね。まあまずコンテンツのローカライズですよね。そうですよね。あのハイグロスハンドブックだけ日経 BP さんがあの出版してて爆速あの爆速成長マネジメントやってるんですけど、僕はみんな。 うん、それこそクレアさんの本とかいい多分めちゃくちゃためになるものだと思うので、うん、ぜひぜひ聞いてる出版社の方なん,なんかすごい、ね、なんか宣伝になっちゃ,うちゃいますけど宣伝というかもうあの視聴者の中にあの出版社 <laughs> 確かにそう、ね、いたらっぜひぜひ。 あの、あとそのカルチャー面で個人的にすごい気になっているのが、そのパトリックさん、CO のパトリックさんが何回かそのインタビューとかでも話してる、うん、マイクロペシミズム、あのマクロアプティミズムっていう、えー、っと、ちょっと日本語だと非常に翻訳,訳しづらいものだと思うんですけど、なんかその、 まあ、ストライプの会社の理念のページにも、えっと、そのマクロップティミスム会社全体が楽観的であるっていうふうに記載されてあったりすると思うんですけどなんかこの意味合い、えー、っていうのはなんかどういう、えー、と,ところにあって、まあ、な,なぜストライプとしてはなんかこの、えー、重要なのかっていう。うん、あの多分期間タイムラインとかで考えると分かりやすいかなと思いますけどうん、うん、長期的に見て。 楽観的でやる。えっと、インターネットの経済がどんどん伸びていってます。うんうん、インターネットも。もう。世界の全員にもどんどん浸透していってます。まあ、インターネットの。経済圏もどんどん伸びていく。ことにも。決まっていると。いう、うん、まあ、いろいろやりながら、トラブルも発生するでしょうけど。長期的、長期的に見ると。楽観的でやるべきと。いうところですが。ただ。 もう例えば、ね、あの今年新しいプロダクトを出すとかそういう中で何があのリスクなのかとか、うん、どういうところに問題がありそうなのかとかちょっとこう完璧主義っていうところは割とあの、まあ、パトリック・ジョンもそうですけど割とその辺はちょっとそういう文化もちょっと浸透してると思うんですけど結構完璧主義を <laughs> 持ちながら、うん、あの楽観性を持って長期的に、うん。 あのオプチュニティも大きいですしあの会社としても社会としても経済としてもどんどんいい方向に進んでてあの社会もどんどんもうプログレッシブに、えー、とこうどんどん進化していくよねっていう中で自分たちの目の前のことをしっかりやりましょうっていうようなニュアンスは、ねうんうん、どっちもしっかりその書いてあるのがすごい重要だなと。 ただオプティミスィただ楽観的になるのはよくないですしただ、うん、あの悲観的になるのもよくないっていうでもその全体的にオプティミスト、えー、であるべきっていうのが多,多分お二人の、えー、考え方でただその中でただ楽観的すぎるとあのいろんなリスクを見失ったりとかするのでなんでその分毎回。うん マイクロ、えーね、小さいところであと短期的に、えー、そういうのを見るっていうのは、うん、多分、まあ、意図的にこうコンフリクトがあるプリンシプルを置いてるんですよあ<ー>、まあ、例えばアージェンシーフォーカスっていうのもあるんですけどう、まあ、早くもう素早く動かなきゃいけないっていう,こう考え方にするものもありながら、えー、Be Meticulous っていうのも入っててしっかり あの考えろっていうのもあるのでちょっとどっちですかってなるんですけど <laughs> まあ自分でで考えろってことですよ、ね、だけど、まあ、ど,どっちも大事だっていうことも事実ですしでバランスもあのそれぞれな上からなんか、ね、教わるものじゃなくてそれぞれそのコンテクストで考えるべきなので、えー、両方ちゃんと考えて正しいことをやってとか、まあ、今この,この方向に進んだら戻れないっていうことでやれば えとちょっとゆっくり考えましょうとかもうやっちゃって、まあ、失敗しても大丈夫っていうものもやっちゃいましょうとかそういう自分で考えろっていうのも結構入ってきます。 なんかやっぱりその聞いてる中でその,あのなんか対応をあえて使ったりとかその,そのドキュメンテーションそのライティング文化っていうところもそうなんですけどやっぱりその各従業員にやっぱり自分なりに考えてもらいたいっていうそれこそダニーさんも何回かこのインタビューの中で言ってますけどなんかそ,そういうやっぱり文化を作ろうとしてるんだろうなっていうのがある中ですごい個人的にあの気になっていたのが結構 初期のストライプさんって、その役職が、なんか、なんかほぼなかったっていうなんか一時期、なんか全員 PM だった <laughs>、なんか時もあった気が、なんか誰、<laughs> 誰と話しても PM です。誰と話すなんか PM なんですけど、なんか全然 PM じゃないことをやってたりとか、なんかそ、そこのあの役職の考え方と、あとそれってなんかどういうふうに進化していったのかっていうのをもし、うん、はい。初期で言うと、えっ、ー、と、全員同じ給料だった。 <と>初期とこうぐらいまでのステージですかえー、多分えみんな同じ給料でえー、っとそして肩書きみたいなものも一切ないですし役職もないですし、まあ、割とまあほとんどエンジニアで,、うん、でえー、っとお客、まあ、ユーザーと話をしてニーズを聞いて把握して、えー、どういうものを作ればいいか考えて。 自分で作って、お客さんに試してみてもらってフィードバックを聞いてブラッシュアップしていてプレスリースというかまあ当時はブログポストを書いてえ出すっていうのは全部一人がやるものだったんですよね。きか企業家じゃないですか。<laughs> そうですね。そうですね。<laughs> うん、まあ当時でも結構もうほとんどほとんどというかまあ多分三分の一とか四十パーセントくらいが もともと企業家なのでっていうのもあるんですけどでも基本的にそういうスタンスだったんですねでもちろんマネージャーも基本いないマネージャーいらないというスタンスだったんですあ40人ぐらいになったら多分マネージャーがちょっと入ってきて僕が入った頃にはマネージャーもいましたし給料も人によってちょっと変わったりとかもしてましたし役職はあったんですけど今も。 同じですけど役職あるけどまあタイトルっていうか VP オブなんちゃとかみたいなそういうあのはなくてえーとチームははっきりしてるんですけどそしてまあエンジニアなのかデザイナーなのかとかそういうのははっきりしてるんですけどあのタイトルっていうのは基本的になくてまあ C レベルにあるとあるんですけどそれ以下は基本的になくてえと社外で必要な時にあのまあ考えて。 そこはな,ないあえてつけない理由はその、えー、っと誰と話してもいわゆるそのあ,の、まあ、ある程度判断,判断権というか下っ端に話してる感を与えないようにっていうことの、うん、そ,そこは多分あの初期はそっちで平等に、えー、作るっていうところがあったので。 まあインターンがパトリックと全然話せるしとか人の,この偉いからあの言うことちゃんと聞きましょうとか下っ端だから聞き流してとかそういうことがないようにえとみんなちゃんと言い分があれば言ってもらってみんな聞くっていうところがあったんですけどクレアの本でこの組織がこう大きくなっていく中でそれを守るべき意味っていうところでもちょっと話したりするところがあるんですけどまあ急成長してると え例えば広報で、えー、偉い人、まあ、すごいできる人を、えー、雇ったとしてで組織が倍になってどんどん倍になって四倍8倍とかになっている中でその人はもう経験したことがないような規模の仕事とかになってきていてちょっとその上に人を。 外から入れなきゃいいけないとなとっているとその人の気持ちがすすごい難しくなるんですよねそ,うですそのその人の役職の中を降格させるのかとか <laughs> そう。下ろされてるみたいな気持ちになったりするので,で、ね、なのであえて組織のためにそれを曖昧にしてあ,あまり個人的なこう傷になったりしないようにうえともっと上からのサポートが必要な人がいればそれを入れられるようにだとかっていうのも。 あのちょっとニュアンスとして入っていく、えー。それってなんかまあ一回そういうそのまあ社内のそのあのところからそのまあ外外部から人が入ってきてそこの昇格とかまあそういうところのなんか組織的な変化があったまあスケールしている中でそういうその考え方の変化があったと思うんですけど、なんかそれってなんかもう一段階ってあるんですか。なんかさらに今後 Stripe さんがスケールした場合にその同じようにこういうその曖昧に。 あえて役職をすするる組織ののままにキープするのかそれともそこもなんかどこかのタイミングでい、うん、入れるべきなのかっていうそうですね今のところあの帰ることはあまり見えてきてなくて、うん、あのエンジニアには、えー、とスタッフエンジニアっていうあのレベルっていうか、まあ、そのタイトルみたいなのを入れましたけれども、うん、それ以外は特にまあシフトしそうにもないですね。自分たちでいいろろ経験ししてててこうしてきてる っていうのもちょっとあるんですけどもあとクレアがグ、えーグルでいろいろ急成長を見てきた方なのでグーグルでのうまあ、あのくいったパターンとうまくいか,ないかなかったパターンを、えー、参考にしてこっちのそういうやり方とかを考えてくれてましたというのはあります。<う>あとはやっぱりあ,なんかあっやかぱり組すか そそれこそ日本支社を立ち上げた時もその同じような形で役職を少し曖昧にし,てみしたりされてたのかなっていう話とかちょっと気になるなと思ったのとやっぱりその海外のスタートアップで日本に進出してきてもうちょっといろいろんていうかレギュレーションとかいろいろ違う中で一から立ち上げるってもう。 めめちゃめちゃゃゃ難しいいことじゃないですかすごいおっしゃる通りで社内としてなるべく平等で曖昧なままにしたいが、はい、日本の社会でいうと、うん、誰が目上からとかう、ね、どういうポジションなのかっていうのを分からないと <laughs> なかなか動かないっていうのもありますので社内でジャパンオプスっていうすごい曖昧な、うん、<laughs> あのポジションで僕が入りまして。うん、えーっと 当時も今も誰もそのジャパンオプスの意味がわからないものなんですけど <laughs> <laughs> 社外として、えー、登記した時から代表取締役としてできるようにうあの意図的にしました、ね、社外として特にストライプはもう海外から来てる誰も知らないサービスですし僕も当時20 20何歳だったかな25歳とかそんなの<ー>で割、まあ、と若いですし。はい まあ外国人だしっていうところでもう得られる <laughs> ものがあれば <laughs> とりあえずもらってっていう形でまあこの代表っていう肩書きも,も使えるものではあるのでまあ東大卒業したというのとあの代表取り締まりという肩書きをなんとか使ってこの外国人と和解っていうのを乗り越えられないかっていうところであのそ,うそういう大手のパートナーとかと交渉をかけに行ったりとかしてましたうーに こう展開したいっていう企業家の人がいるとしたら、なんか三つぐらいアドバイスするとしたらどういうことをしますか。組織作りとか,なか、なその方で,、ね、でもそ,そうですね。その話よく聞きますので、もう、うん、あのもうトーキイングポイントがもうすでに整理してます。<laughs> <laughs> さすがです。えっ、ー、とまずえっ、ー、と誰を入れるかっていうところでいろんなパターンがあります。例えばえっ、ー、と偉い業界の経験者を うん、入れてその人を中心にチームを作っていくっていうパターンもありますし、うんはい、若い業界のコネクションもほとんどないけどプロダクトのことをすごい理解してくれて、うん、フットワークが軽くていろいろもうどんどんどんと進めてくれる人の方からスタートした方がいいのか、うんはい、その2つが1人なのか2人なのか3人なのかっていうところもよく考えてやらないといけないというのがまずあるかなと。うんうんそ いつ頃雇われたんですかチームで。僕は一人目で十一ヶ月後に二人目が入って、はいはい、であ十二ヶ月後が十二ヶ月後に二人目が入って、ってえー、っとその次は。 ９ヶ月後とかそれぐらいです。その<う>最初はすごいゆっくり。お一人目はじゃその業界の経験者の方だったんですか。業界の経験者を見つけたのが４年前ぐらいなんで5、５年５年とか長いそこもすごい難しくて、うんはい、その業界分かってるとかっていうと経験してるっていうことですけど、うん、でもその業界にあまり染まっていると。 えー、我々の会シリコンバレーの急成長してるテック企業<ー>こうやっていける人すごい限られてるのでそういうあの急成長中テック企業で仕事ができる、うん、だけれども国内の,、まあその業種でコネクションがあって、うん、やり方分かってってっていうコンビネーションがなかなか難しいです。 英語日本語喋れるっていう,そうです頃ころですよねそこもなんかいろんなその US の企業がローカライイするときにそのどこまで英語ネイティブの人をその1人目2人目3人目で採用するかってすごい多分議論にすごい間違えることも多くて、うん、で間違えたので反対に行き過ぎちゃったりしてあ,<ー>あのちょっとシリルコンバリー寄り過ぎたので、うん、もうちょっとドメスティックな人「ドメドメす <laughs> いやどめどめ過ぎない?」とか言ったり来たりとかして。<laughs> もう何年もねその行ったり来たりして、うん、まあ間違えるとまたね直すのも時間がかかるし、ね、っていうところがまず一つと、うん、あとゴートゥーマーケットをどうしたいかっていうところで、うん、直販で自分の営業をまあこれちょっと B2B 寄りの話になっちゃうんですけど、うん、え営業部隊を国内で作って直販攻めるのか、うんはい、それかもう最初あのジョイントベンチャーとか合弁でやるパターンもあって、うんね、えともしくは もうあの合弁も何もなく、えー、現地の,あの、まあ、パートナーを見つけて代理,店とか代理店みたいなところで販売してもらってけん、まあ、権限だけ契約だけしてでもど,どう始めるか GitHub はそっちでスタートしたりとかして Twedio も KDDIWEb コミュニケーションでスタートしたりとかしてて。 パートナー系が多いですよね。<え>そのどちらかというと。そうですね。多分そのまあ日本の市場を理解してないとか、やっぱりその国内のそのディストリビューションを持ってるパートナーさんと、まあどうしても提携したいっていうところの中で、うん、ストライプさんは違いますよね。その自社で、自社でやるっていう自社で。はい、やることにしました。そうですね。まあ、うまく理解してくれる人が どここかかっっててていいうととろがまず大事なな思ので例えば国内に既に同じようなプロダクトが存在しててそこ、うん、うまく売ってる代理店みたいなところがいればラインナップに加えてもらうとか、うん、まあ客層が近いよねとかっていうのはあればいいんですけど僕たちが日本に持ってこようとしているものはあまりにも市場で既にあるものとちょっと違ってたので、うん、うまくこれを販売していくところがあんまり見えて 来なかったったていうのと、うん、ま海外でも同じような経験もしてきてたのでうん、うん、当時は多分10カ国目ぐらいで日本やってたので基本的に自分たちでやるスタンスでしたね。うんうん あとやっぱり長期的に考えると最終的に独自で持ってた方がっていうところある、ね、そうです,そうです,そうです絶対そうなると思うのでうなのでもう日本に展開してると、まあ、合弁とかね代理店とかで始めるにしてもどれぐらいのコミットなのかだとか3年後5年後10年後に。 まあ、長期的に自分たちで直販でやるっていうことになるとするとうん、うん、じゃあどれぐらいこうバランスを取るべきかだとかその人たちと競合する日も来るかもしれないけどうどうするのかっていうようなところをあのゆっくりじっくり考えるべきかなというのが2つ目のアドバイス、うんうん、あ,のあとはやっぱりその社内でその、まあ、ストライプさんの,そのビジョンとしてそのインターネットの GDP を拡大するっていう、えー、ところって結構社内でもう。 なんか頻繁に話されているのか、なんかしあのあのこれを調べる中だと社内でそのインターネット上でそのどれだけ買い物がされているとかその、えー、その全体の、えー、なまあ 売買の,の,ああの流通総額のえ何パーセントが今インターネット上にあるっていうところを結構社内でトラッキングしてるっていう話はあるんですけどそれって実際そうなのかっていうところとなんかその全体のビジョンの話ってんか結構その皆さんされているのかなんかまあたまになんかそういうリマインドがあるのかっていう。 まあ、実,実際あの、そういう数字を見るんですけどただ、その数字ってあの毎月変わるものでもないので、うん 1> まあね、年1回ぐらい見て大丈夫ぐらいかなっていう、うん、なんいう別にダッシュボードがこうどこのオフィスにでもあるわけじゃで,もでもなくてそうです別になんか、うん、世界全体の数字なので,そ,うです <laughs> それが 1%, 1変わるってなかなか、うん、<laughs> そして長期的な目標なのでに、まあ、年に1回見ればいいっていうようなものですけどどっちかっていうともうちょっと。あの あのオペレーティングプリンシプルに従ってちゃんとやってるのかだとかうん、うん、そのやり方とかの話は結構頻繁的に例えば、えー、何かしら新商品を出したとかイベントがあったとか,なんか、まあ、何かしら大きなあの仕事を、えー、できた時に社内であのメールを送ったりするんですけどうん、うん、そこは割とあのオペレーティングプリンシプルに従った内容でユーザーズファーストお客さんのためにえー 何をやったのかとかそういう話にしてやったりするので、うん、なのでそのファッ t っていうのはまあ、まあ、年に1回とか、うん、でその How っていうのはまあ日々っていうような感じかなと一つの見方として。で、うん、やっぱりまあ今ですとその、まあ、特にアメリカのテック業界日本でも私とないそうですけどやっぱり AI 生成技術がえっとめちゃくちゃ今ブームになっている中で STRYPE、えっとまあ、あさんはあのオープン a i と。 の提携を、えー、発表して、えー、でまあ実際にその,中その発表の中でそのこういうふうに今使,うあの使えるようになりますっていうそのドキュメンテーションとかのところに、えっと、質問したりとかできるようになっていると思うんですけどなんかそれ以外のなんか今後のすで、まあ、に AI はあのスライプ社内で詐欺防止とかいろんな形で使われていると思うんですけどそのと特にその AI 生成技術に関しては、うん、なんかどういうふうになんかサービスと取り組もうと考えてるんですかね 今あのまあ、ドキュメントであのこう質問で答えを出してもらえるっていうところとあと不正使用のところでこのエピソードの最初にちょっと話したようにも誰でもサイトに来て登録すれば利用できる形にしてるのでうん、うん、その人は誰かとか <laughs> そのサービス大丈夫なのか,なと,か <laughs> とか。うん 利用規約の違反そういうようなところとかで LLM ラ、えージュランゲージモデルがすごい適しているので、うんえー、そういうところの導入とかは今すぐに、えー、動いてるんですけれども、えー、長期的に言うともうほぼ全部が変わるっていうか、うん、変わらないところが少ないぐらいで <laughs> まあエンジニアのところでも今結構コ <laughs>、えーパイロットを使う、oh. GitHub コーパイロットを使ってコードのアシストをしてもらったりもありますし。うん えーとサポートのところも、えー、とー僕たちのサポートエージェントのアシストとしてー、えー、それが入るようにいろいろ模索中でもありますしもうほぼほぼ全てのチームに何かしら影響がこの1年あるかなと思ってますので社内にもあのそういう、まあ、あの AI なんだろうあのそういう、まあ、グループも作って、うん、その人たちが。 え考えたりとか他のチームと相談したりとかしてどのようにどういうあのモデルだとかを導入できそうかだとかそういう相談したりしてますまあ最後の辺に、はい、あとなんかまあいくつかなんか質問があのクイックなまあ,あのよくアメリカだとクイックファイアラーみたいな感じであると思うんですけど。はい 一番ダニエルさんがその y p e j a p a を運営している中で常に心配していることあの英語だと What Keeps You Up at Night っていう多分ことはあると思うんですけどそこは。そうですね長期的な懸念というかもうずっとやらなきゃいけないなっていうのはあのブランドブランドは海外からただで持ってこれないのでうんちゃんと日本でブランドを作っていかなきゃいけないっうことですかね。 好きなよく読み返す本気になりますね <laughs> <laughs> あのぜあのストライププレスの本になるんですか <laughs> いやあの全,全然あのそう、えー、じゃなくてですね「パンドラス・ター」っていう SF の本になりますえあの「ホビット」も何回かあの「ザ・ホビット」も何回か<ー>読み返してるんですけどあ<ー>あのビジネスの本とかもあの読むは読むんですけどあのいつも なんだろうね。期待値に、こう、合うものがあんまり出てこないので、<laughs> 読み返すとかになると <laughs> SF の本とか、フィクションになります、ねえー。面白い。あの、なんか、モーニングルーチンとかって、なんか、まあ、さっきそのメールのチェックで。そうですね。<laughs> 300件さばく。<laughs> 起きて。<laughs> 今起きて大体100件なので、他、あの、サブスクライブやめたので <laughs>、100件さばくっていうのも。<laughs> ありますけど、あのそうですね、えー、子供三人いて、え一番上がちょうど昨日一年生の入学式やったので、ちっちゃいです。<laughs> <laughs> ので、まあとりあえず子供何とかあの。 玄関出るようにするっていうのが <laughs> まああの昔結構あの起きて本当にインフラ大丈夫なのかなっていうのはありました起きて<ー>なんかパートナーから電話が入ったりとか<ー>このファイルが届かなかったとかっていうのはないような内容に落ちてないこととか結構あったりしたので<ー>あのそれを確認してたんですけど今となってもう近年リライビリティがもう業界トップぐらいになってきてて、うんえー、一切そういうのが ないのであの朝起きてインフラ大丈夫かとかっていう心配がなくなって <laughs>、えー、メール大事なものがないかっていうのと子供を玄関あとはえっとそのダニエルさん周りがあんまりその信じて、えー、いないものでダニエルさんが信じてるもの、えー、とかもし、まあ、結構難しい質問だと思うんですけどそういうのがあれば。うん、いい質問ですね。 コンテクストがいかに大事かですかね。うーんえーとまあありがたいことにスライプ長いこと仕事させてもらっている、うんえー、こともありますけれどもそして、えー、移動は一応の移動はずっと、まあ、何,回ある何回かあるんですけどでも僕からするとずっと同じ仕事をしてきてて、うん、日本展開のまああの 空いててるる部分を見つけやので、まあ、ずっと同じ仕事をさせてもらってるおかげだと思うんですけど、えー、っとどこに誰が例えば社内にいるのかだとかお客さんはどういうユースケースを持っててどういうところであの困ることがあるのかだとかプロダクトで何が、えー、できるのかだとか、えーっとまあ、例えば規制でいうとどういうのがあってどういうのが来そうなのか。 だとかパートナーのところの、えー、でいうとパートナーは何が得意なのか何が苦手なのか何をしてもらってもらうかをこう期待していいところと期待しちゃい,い, <laughs> いけないところとかいろいろある中でそういう制約を全部理解して、えー、とビジネスを進めていこうとしてるんですけどそのコンテクストがないと難しいなというか、うん、まあこれだけコンテクストを、えー、じっくり 9年間とかかけて、えー、と勉強できてきたことが非常に感謝しているんですけど、うん、やっぱりそこの試算、まあ、としてすごく大事だなと思いますし、まあ、今なるべくあのそのコンテクストがない新,新社員とか、えー、にも自分の時間とか想像をかけて、えー、アシストできるように努力してます。えー、あととはここからですとあの まあ最近のことでもいいですしなんかまあ人生の中でもいいですしなんかすごい感謝したなんか出来事とか,かこの人はなんかこの人にありがとうを言いたいとか <laughs> <laughs> えっとまあちょっと本の話になっちゃうんですけど「本サウザン・ド・ブレインズ」っていうジェフ・ホーキンズだったかな、えー、っていう本があってそれをえっと2年前に読みましたけどすごい 何だろうね人間の考え方だとかその、まあ、AI の考え方とかにもいろいろ貢献してきてくれたんですけどまあ人間であること人間っていかに奇跡かっていう,う、えー、ところにすごい感謝できるようになったっていうかうもう毎日人間っていうものがいるっていうのは。 すごいことだなっていうのは改めて考えさせてもらったんですけどまあ脳みそってどういうものかなのかとかどういうふうに動くのかだとか、えー、と意識は何なのかっていう話とかを説明してくれる本なんですけど「Thousand b r a i n s っていうのはあの、はい、非常にあのジェフ・ホーケンズに感謝してます。読んんででみたいいと思います、うんはい、じゃあそんな形でストライプの サイトもちょっと概要欄に一応載せておくので、うん、あの気になる方はぜひ見てみてください。はい。ということで、えっと、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい。なので今回も、えっと、聞いていただきありがとうございました。えっと、気になる方はオフトピック JP のフォローお願いします。えっと、まあ、メンバーシップもやってるので、ぜひノートからチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。